バーントゥンポー駅は、太陽国南部、スラートターニー県プンピン郡にある、大国有鉄道南本線の駅である。バーントゥンポー駅は、太陽国南部、スラートターニー県の人口9万人が暮らす、プンピン郡にある。駅の正面側は東向きであり、町の中心部から北西方向にかなり外れた地点に位置する。二等駅であるが1日に4本の普通列車しか、 停車しないため、利用しづらい。上記に往復のうち一往復は、キーリーラットにこむ支線の列車である。プンピン郡には、台南部の物流拠点の一つとして、内陸コンテナデポが設置されており、当駅にもコンテナの取り扱いを行うため、コンテナヤードが設けられている。南北三カ所から開始された、南本戦前通工事は、終盤に入った1916年7月17日に、 南側からの工事が、チムポーン駅まで到達したことに伴い、当駅が途中駅として開業した。1951年に、当駅で分岐するプーケット支線の建設が開始され、1956年4月13日に、キーリーラットニコムまでの区間が開通し、分岐駅となった。短式及び、島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ、地上駅であり、 駅舎はホームに面している。ありがとうございます。